皆さんこんにちは。ライハックを探求するフリーランスのリンダマンです。このラジオでは1年後の未来が楽になるライハックの生き方術を発信しています。え皆さんこんにちはえ。僕はですね、今沖縄のリゾートに、えー、家族で来ております。 今ね海風が当たるバルコニーで撮影しているんで風の音とか大丈夫ですかね今真っ暗の中撮影をしておりますよろしくお願いしますあの僕自身はですねそんなリゾートホテルとかも止、まあ、まったことがないんですよねあの子供ができると生活が本当に一変するんですがあのホテルからねほぼ出ずに日々過ごしておりましたまあリゾートで便利ねあのデジタルでデ,デトックスも三日くらいできてねもう 満タンに、えー、心も体も体充電できましたあの今日ね、東京に帰還したいと思いますんで、えー、よろしくお願いいたします。そして、あの毎週月曜日の夜にやっている、えー、インスタのライブ配信、えー、今週だけ8日の水曜日の、えー、21時からの振り替えになりますので、よろしくお願いいたします、えー。今日のテーマは、イルカの調教から育成を学ぶということについてお届けしていきたいと思います。 あの今回はですね僕あの、イルカと戯れるプログラムを結構堪能したんですね、えっと、僕自身は御蔵島っていうイルカとガチで泳げる島があるんだけどそこで天然のイルカと泳ぎましたけどもそこの御蔵島も本当に最高だったしあとねあのハワイでもイルカと泳いだことがありますあの今回は天然のイルカではなく飼育されているイルカと90分間スキンシップをするという、ね、プログラムめっちゃ楽しかったです。 あの子供以上に僕の方が楽しんだんじゃないかなという感じですけどもあのところで皆さんイルカの調教ってどうやってやるかご存知ですかね、まあ、改めてイルカのトレーナーと話をしててなるほどなって思ったことがたくさんあるんですよあのイルカっていうのはまあ基本的に言葉が通じませんからなんか笛みたいのでピーってやるわけですよであのイルカってどうやって調教するかっていうと実はねもう褒めて褒めて褒めちぎるんですって あの見たことありますかね棒の先に白い玉がついたあれターゲットっていうらしいんだけどで最初にねイルカにそれをタッチさせるんですってでそのターゲットに触れたら OK って言ってもうめちゃくちゃ褒めてめちゃくちゃ餌を与えて褒めるそうですそうするとねあれなんかそのターゲットに触ると褒めてもらえるんだっていうふうになるじゃないですかでそうすると、まあ、それをやり始めるわけですよでその棒を少しずつ高くしていくとあれこれ飛んだら だんだん褒めてくれるんじゃないかと言って高くしてもねそれにこう追いついて飛ぶようになるそうなんですねでそれを最終的に上まで上げるといずれ飛べるようになると、まあ、この調教法を聞いた時にこれって人を育成する時も同じだなと思ったんですよねあのいきなりさそのターゲットを高く上げて期待しすぎてもダメだし何を褒められているのかが認識できなくてもダメじゃないですか。 なんか今回イルカの調教を見ていてあ人を教育するってことも同じだなと、まあ、反省もしましたし学びになりましたあのー、そんなね、まあ、スモールステップですよ小さな階段を登っていくそういうことがすごく大事なことなんだ,だと思うんだけど人に対しても大切だなと再通感再認識した次第でございますあのー、今日ねあの東京に帰還して もう明日から通常モード全開で頑張ります。今回このイルカからたくさんパワーをもらいましたしイルカのトレーニングからも学んだことがありますのでこの学んだことをまたアウトプットして覚醒してやっていきたいと思います皆さんよろしくお願いいたしますそれでは今日も素敵な一日をリンダマンでしたまたねー